最後に16番の競泳リリックがゲートに向かいます明るい日差しを受けてゲート入りが終わりました スタートしましまた光る葉の葉のダイワフォース、今日もスタートがよくありませんでしたースタートは1番の大勢プリンス中から抜けて10番のイーグル・モアその前に9番スティレットさらに4番のティアプ・レーブ先端を形成向こう上面に出ていきました追って外から8番、リレンウィンド内5番のユール・シンギンが追走で2馬身差、11番のマイネ・グロリアーナ追い上げて後ろからナンダ・レビ追い上げていきました中段まで上がっています。その後ろ2番審査外にヒシサイ うち6番の伊達の底力外に12番の大器オーラムあとは2番の光カル・ハノハのその後ろまで追い上げていますさらに外からダイバフォースこの集団は固まって一気に外から上がっていった10外からグイグイと上がって工業ボーラーが上がっていって中段を狙います3コーナー回りましたあとは16番の競泳リリック後方から2番手最後方に15番のバンテ・アイスレイ34コーナー中間に入りました 1>, 1番、大勢プリンス1馬身のリード2番手には外から強気にマイネグロリアーナ進出間からは9番のスティレット3頭並ぶような体勢ですがまた大勢プリンスリードを取っています2馬身後方に今日は控えています4番手イーグルモア外を回って4コーナーカーブ残り600キロました4コーナーカーブから直線コースに向いてきてそのうちに4番のティアップ・レーブが追い上げています直線コースに向いてきました そそしてその5番手の外まで14番ナンダ・デビが追い上げて追い上げに入っています残り400切りました中を継いでリネングウィンドン追い上げてくるさあちょっと場面がぎくしゃくしていますがさらに追い込んでくるシー・サイレンスあるいは大外から2番の光るハノハノ坂を上り切って残り200を切りましたシー・サイレンス今度は先頭2番の光るハノハノ懸命に追っているこの2頭の競り合い3番手、内からユールシン・ニングが追い上げて2番手をうかって先頭を追っているシー・サイレンスかシー・サイレンス先頭でゴー5番ユールシン・ニング内から追い上げ あげました